下手くその上級者への道のりは、斧が下手さを知りて一歩目。改めまして、どうも、あいちです。今回は7月1歩目でございますので、7月のポイントを話していこうと思ったんですけども、まあ夏休みやっていきますよね。まあ特に受験生は夏が天王山。まあ受験生じゃない方も、あとはスポーツとか芸術とか何かに打ち込んでる方にぜひ見てほしいんですが、この夏自分を変えてやるんだと、変えたいんだと思ってる方は、その夏休みが始まるまでの準備です。始まってからの話じゃない、始まるまでに絶対この一つだけこれをやってくれと。いや、いっぱい本当あるんですよ。いっぱいあるんですけど、絶対にこの一つだけはやっておいてほしいということを今回伝えていきますので、ぜひね、最後までお付き合いください。もったいぶってもしょうがないんで、結論伝えていきましょう。その一つ何かっていうと、こちら、斧が下手さを知ってください。冒頭で伝えたこの言葉、これ見た時にピンときた方はですね、一緒にご飯行きましょう。きっと語り合える気がします。というのも、これは私が一番好きな漫画のスラムダンクに出てくる安西監督、安西先生ですね、の名言なんです。言葉の意味を簡単に伝えていくと、と言ってもね、まあ、そのままではあるんですが、下手くその、つまり力のない人、実力が今足りてないと思っている人が上級者、実力をつけていくためには、斧が下手さ、つまり自分の下手さ加減、力の足りてない部分を知ること、認めることがまず一歩目だよっていう意味なんです。きっとこの動画をクリックしてくれて、ここまで見てくれたみんなは、勉強面とか、まあ、スポーツ面でもそうですけど、何かしら自分に力が足りなくて伸ばさなきゃいけないっていう課題感を持ってると思うんですね。つまり斧が下手さは気づいてる状態なんです。でも、なんでこんなことを伝えてるかっていうと、その斧が下手さ、ちゃんと具体的になってますかって。そこが具体的になってないと、自分にとって必要な課題、テーマが決まらない。だから、なんとなくダメな気がする、あ、自分なんてっていう自己嫌悪で終わってませんかって、そこをどうしても伝えたくて今回の動画を撮ってます。皆さんはがむしゃらに頑張るっていう言葉好きですか？好きな方はごめんなさいなんですけど、私は実はあんまりこの言葉好きじゃないんですね。というのも、私が思ってるがむしゃらに頑張るっていうのは、もうとにかく走ればいいやって、うわーこっち、うわーみたいな感じのイメージなんです。でも、それってさ、ちゃんと目標が見えてない人がやってるイメージなんです。目標が見えてて、こっちの方向だ、よし、がむしゃらに走るぞ、だったらいいんですけど、私のがむしゃらに走るはそういうイメージじゃないのね。だから、みんなに何が伝えたいかっていうと、今自分に力が足りてない、何かが足りてないって思う、例えば数学ができない、偏差値が足りない、勉強できないなんて思ってる方、もっと具体的にしてごらん。数学の何ができんの、で、勉強が足りないと思ったら何が足りてないのって、自分にとってのテーマをはっきり決めないと、曖昧な頑張りになっちゃう。曖昧な頑張りは曖昧な達成感しかくれない。それじゃ夏がもったいなくなっちゃう。だから、ひとまず夏休みが入るまでに、自分にとって何が足りないのかを具体的に出して、勉強面でもスポーツ面でも、サッカーが苦手って言ってる人はレギュラーになれんでしょ。サッカーの何のプレー、何のその能力が足んないの、どこの筋肉なのって具体的に決まってるから、トレーニングメニューが決まるんでしょ。それと同じ。だから、ひとまず夏休みが始まるまでに、自分に何が足りないのか、何をこの夏で力をつけたいのかっていうところを、まず具体的に決めましょう。それじゃあ、具体的に何をしたらいいのかっていうとこなんですが、ちょっとね、厳しい話をしてしまうんですけど、受験生だったら過去問やりましょう。過去問を夏休みが入るまでに1年分でいいです。1年分でいいのでやってみてください。そして打ちのめされてきてください。みんながじゃないよ。いや、これで全然できる方もいると思うんだけど、多分この段階でもう過去問やってそれ相応できる方っていうのは、多分この動画見てない、こんな悩みを持ってないもん。うまくいってるから、ちゃんと。だから、うまくいってない、足りてないと思ってる方、多分打ちのめされる。あ、こんなにできないんだって、あ、無理かも、あ、もう意味ねえんじゃねえかなって思ってください。いいんです。一回通らなきゃ、そこは。そうやって打ちのめされて、ああって、もうやだって。でも、それを踏ん張って、自分をちゃんと見つめて、そのね、過去問やって丸付けしたら何が足りんかったのかって、何ができなかったのかって見つめることで課題が見つかるわけよ。あ、この単元、前ね、中間期末の時はできたのに、こんなに忘れてんのか、ちゃんと復習しなきゃって見つかるのよ。そっからだって。それを逃げちゃうと、夏休みが終わった後、冬休み直前とかでそこを起きちゃう。その時に打ちのめされてみ、もう時間なくて立ち直れないぜ。今なら立ち直れる。
これから40日間ぐらいの夏休みが来る。一気にひっくり返せばいいじゃん。だから夏休みが始まる前に過去問、まあ1年生とかでもスポーツの方はまた別になってしまうんだけど、1年生とかだったらここまでやってきた、まあ、例えばね、中間期末のプリント、あと問題用紙が残ってんならそれをやってみてもいい。思った以上抜けてるぜ。本屋さんとかで行ってまとめプリント、まとめワークを持ってきてもいいね。思った以上抜けてるぜ。いいのそれで。だって人間なんだから、抜けんだから。抜けて自分の斧が下手さ、足りてない部分っていうのをまず知ることから。それをやったらみんなは絶対いい夏になるから。だからね、まず今回自分がやってほしい一つのこととして伝えたいのは、斧が下手さ、つまり今自分にとって足りてないものを具体的にちゃんと見つけてください。それを課題を、それを克服するのがこの夏です。なのでそれをやってみてもらえたらと思います。はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。きっとここまで見てくれてる方は、今回ねちょっと内容としてはきついことを言ってるので、それでもね見てくれた方なので本当にありがとうございます。で、実はなんで今回こんな熱弁をしてるかっていうと、まあもともとは私自身の経験ですね。私が受験生の時にすごく思ってたこと、スラムダンクは私の小学校時代の青春なんですよ。大好きだった。で、そっからもうスラムダンクの中に出てくる名言が私のバイブルになって、それがもうね元になってこう生きてきてるんだけども、やっぱり受験生の時、でも受験生が終わって、例えば仕事始めて社会人になってからも、今の YouTuber としてもこの言葉は大事だと思ってます。で、実際に塾講師やってる時にも生徒にも言ってたし、やっぱみんなぶつかんのよ。で、俺はさ、そこに今そばにいるから、自分の生徒だから、だからフォローができるわけ。もちろんね、こうやってこの子はこういう風にフォローしていこう、この子はこういう風にフォローしていこうってそれぞれ変えて、こうやってへこんだ気持ちをね、こうやってズーンって下がる。でもさ、ズーンって下がった分って、俺下にねトランポリン置いとけばいいと思うのよ。バネを置いとけば、だってさ、落ちれば落ちるほど勢いつくじゃん。でもさ、ここにさバネのも置いてたら、グーって落ちる、このねエネルギーでグーってなるから、それにピューンって跳ねていけるじゃん。だからこのトランポリンというかバネをちゃんとそっと置く役目ができれば、絶対子供たちは伸びるって思ってたの。落ちれば落ちるほど。だから落としてた今回の動画でね。だからでも動画はさ、みんなのそばにいられないじゃん。なんで俺がねトランポリン置けるかわかんない。だからこういう動画もちょっと微妙かなとは思ったんだけど、でも信じてんだ、みんなならできるって。きっとこの動画だけじゃなくて、この動画でもきっとそっとねバネを置けるかなとは思ってるけど、みんなには身近には誰かがいるだろうし、きっといろんなねプラスのものを影響を受けてトランポリンに見つけて落ちてきたけども、それをバネにして踏ん張ってまた上に上がってくれるって。で、夏が終わった時に、あん時へこんでよかったって、あん時打ちのめされてよかったってきっと思ってくれると思ってんだ。そう信じてる、うん、だから今回ねこんなことを話をさせてもらいました。いい夏にしよう。特に受験生は夏が終わった後にやっぱり振り返ってさ、あーってため息をつく夏なんかにしてほしくないんだよ、うん、だからなんかちょっとでもね今回話をしたことがヒントになったらいいなと思っておりますはい、ということでね、ご視聴いただきありがとうございました。また来週ね何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。では今週1週間もまたお互い頑張っていきましょう。それじゃあまたね、バイバイ。また来週もよろしくね。